綺麗だろ。下から覗いたりしないよ。どうって、これは明かりじゃない、星だよ。そう、星。ほら、見てごらん。キラキラして綺麗だろ、星というのは。何を言う、星だろ。とても星らしい形をした星だ。夢のないことを言うね。現実的だ。悪くはないが、だが同じ夢なら楽しんだ方がいい。コンペイト？それなら色もつけなくてはならないな。コンペイトの星は綺麗だろ。
そう、夢だよ。唐突だね。生きる意味だ。とても具体的だよ。この世界はゲームで成り立っている。君の世界とは違う。ゲームが全てではないが、ゲームがないと生きていけない。この世界の住人にとってはね。ゲームがないと生きる目的がなくなってしまう。そうはいかない。目的がなければ生きている意味がない。生きている意味がなくなったら死んでしまう。ゲームが必要なんだ。彼らは他の目的を失っているから。今も住んでいるだろ。君には意志があって目的がある。おや失礼。この世界の人間はみんなどこか似ているんだよ。根本が同じだからね。皆が皆プレイヤーだ。役付きの人間なんて似たり寄ったりさ。ゲームの内容は人によって違う。ルールも様々。生きる目的さえあればいい。みんなバラバラなルールでバラバラにゲームに興じている。誰かとゲームしたいわけじゃなくて、自分のためにゲームしているんだから関係ない。自分のルールが有効ならいいわけだ。ところが
ここの世界では意味がある。それだけが生きる意味と言ってもおかしくない。そう、だがそれだけじゃない。定期的に出会い、そして打ち合うことがゲームだ。役柄は選べない。ゲームの元を支える役があり、陣地があり、支える役や対立関係がある。ルールからは逸脱できない。役付きの者たちはルールを作れる。それをもとにみんながそれぞれのゲームを作り出している。元になっているから、彼らはどうやったってゲームから降りられない。そうしたら生きる意味がなくなるよ。そうだよ、勝者は決まらない。勝敗がつけば、またすぐに次のゲームがスタートする。誰かが死んでも、すぐに代わりが現れる。役持ちの人間も、そうでない人間も、欠けるわけにはいかない。ここは、終わらないゲームの世界なんだよ。
どうしたの、お姉さん。デートのお誘い？それなら僕たち、ちょうど今から休憩時間で。ただで？仕事？僕らの仕事はいつだって忙しいさ。もうちょっと労働条件を考えてほしいよ。そうそう、給料を上げてほしいよな。優先事項は休みだよ。違うね。最優先事項は給料だよ。両方もらえれば問題ないじゃないか。その通りだよ、兄弟。さすが僕の兄弟、賢いね。なんで？兄弟、何か変わったことってあった？いや、いつもと変わらない気がするよ。給料も変わりなし、ひどいよね。ひよこウサギがどうしたの？ああ、あいつ、給料以上に働くからね。ああ見えて働きウサギなんだよ。組織の2番目だけあっていろいろ忙しいよね。僕、休みが少ないなんて耐えられないよ。僕は給料が。そうだな。ひよこウサギはボスに次ぐだけあって内密の仕事も多いけど。でも休みが取れなくなるほど大きい山だったら僕らも呼ばれるよね。残業手当が欲しい。そんな話は聞かないな。ねえ、なんでお姉さんが心配するの？いいじゃない。あいつは大人なんだから仕事量くらい自分でセーブするよ。そうだよ。ほっといてもいいよ。アホウサギだから倒れるまで仕事しそうだけど。あいつは大人で僕らは子供なんだから、僕たちの方にもっと構ってよ。うんうん。だから、ウサギなんて放っておいて僕らとデートしよう。
疲れてる？あいつが？疲れていた？兄弟は気づいたか？いや、そんな金にならないことに気づいたりしないよ。でも、疲れていたかな。あいつがへばるなんて珍しいよね。疲れを表面に出すことが珍しいよ。僕は気づかなかった。あいつって隠すのがうまいもんね。わかりにくい。何を言っているのさ、お姉さん。あいつの考えていることってものすごくわかりにくいじゃない。表面だけなら単純だけど。アホに見えてそんなにはアホじゃないよね。そこそこはアホだけど。本当に根っからアホだったら上に立たれるのムカつくから、僕らがとっくにやっちゃってるよ。有料で。お姉さんこそ誰のことを言っているの？ナンバーツーなだけあって、あいつは感情を殺すのがうまいよ。それが弱みならなおさら。わざと見せて油断させるような思惑なしじゃ内面を出したりしない。利益なしじゃ本心はさらさない。それくらいの分別はあるよ、多分。いや、結構怪しいかな。イカれてるもんね、あいつ。ひよこウサギだし。